写真拡大。左足首関節炎で10日に出場選手登録を抹消された阪神糸井嘉男外野手38が16日鳴尾浜で屋外フリー打撃を再開した。新井二軍打撃コーチが打撃投手を務め42スイングで安打性14本、右翼への柵越えも1本放った。右翼から左翼に吹いていた風をものともしなかった。フリー打撃前のロングティーでは20スイングで2本の柵越え、周囲の選手、スタッフ、観客をどよめかせた。フリー打撃では42スイング目に右中間を破る打球を放ち、OK と笑顔で締めた。打撃練習以外ではジョギングやウェイトなどで約2時間の調整。引き上げる際には花火広告か、花火したいなと上機嫌に糸井節を炸裂させる場面もあった。練習を見守った平谷軍監督は、若い子たちの参考にもなるね、あとは足走れるかとかじゃないかと話した。バットで豪快な花火を打ち上げるため糸井が万全な体勢に仕上げていく。